江戸の商家で起きた七草粥をめぐる悪夢。私は一生庄兵衛さんが最後の亭主だと思っております。ここに来るのは誰にも見られませんでしたかい。トリカブト、誰かに殺されたんだ。これでやっと晴れて一緒になれるんだね。いつの時代も人は愚かで美しい。松本清張ミステリー時代劇、ぜひご期待ください。